レオナルド・パボレッティは、イタリア・リボルノ出身のサッカー選手。セリエ・エカリアリ・カルチョ所属。イタリア代表。ポジションは FW。2006年に地元、リボルノに本拠地を置く、イタリアゴ部のアルマンド・ピッキと契約。その後8年以上もの間、カブリーグのクラブを渡り歩いた。2012年に、セリエ B の殺走路へ移籍し、 同シーズンに33試合11得点を記録。優勝とセリエ A 昇格に貢献したものの、エウゼビオディフランチェスコ監督に、セリエ A では通用しないと判断され、翌2013年に、セリエ B のバレーゼへ1年間のレンタルで放出。そのバレーゼで24得点を叩き出す大活躍を、見せ、2014年には、サスオーロにレンタルバックで復帰。 2014年12月13日に行われたパレルモ戦でセリエ A 初ゴールを記録した。2015年1月にセリエ A のジェノアへシーズン終了までのレンタルで加入。途中出場がメインながら6得点を挙げ、シーズン終了後に完全移籍を果たした。翌2015から16シーズンには不勝利脱期間を、 乗り越えジェノアの手法として活躍し25試合14得点を記録した。2017年1月4日、SSC ナポリへ完全一席。負傷で長期離脱したアルカディウ・シュミリクの代役としての活躍が期待されたものの、ドリース・スメル・テンスがストライカーとして開花した影響もあって6試合0得点に終わった。2017年8月30日。 カリアリカルチョに買取義務付きのレンタル遺跡で加入、契約期間は5年となっている。2016年5月16日、UEFA ユーロ2016に向けた、合宿のメンバーに選出され代表初招集となったが、本大会のメンバーからは外れた。2019年3月15日、同月に行われる UEFA ユーロ2020。 予選の2試合のメンバーに選出されると26日のリヒテンシュタイン戦の後半27分から交代出場し代表デビューを果たした。その4分後には左足で得点を決め代表初得点を同時に達成した。ありがとうございます。